Transmission interrupted. Receiving emergency broadcast. すべての配信コマンドを通じてニュース速報をお伝えします。ユーピオの代表議員で、先のゼネラルリソースとニューコムによるフェイスパーク紛争でも、両者の代表を平和的な解決のテーブルに座らせた功労者として知られるガブリエル・ W ・クラークソン代表を乗せたユーピオ専用機の墜落がつい先ほど確認された模様です。現場はランバート地区付近の山中で、半径5キロにわたって専用機のものとみられる残骸が散乱しています。乗員乗客の安否については、機体の損傷度から見ても絶望的な見通しです。現場では地元警察とユーピオが協力し、現場付近での捜索活動を続けています。同機は今日午後1時ユーピオ本部のあるニューアーク空港からクラークソン代表を乗せ離陸、メリトン地域緊張緩和協議会が開催されるケープレイニー空港に向かう途中でした。墜落の原因についてユーピオでは、同機のフライトレコーダーが回収されるのを待ち救命を急ぎたいとのこと。特別専用機の墜落というショッキングなニュースについて、同機の整備と警備を担当していたユーピオ治安維持部隊のパーク司令は、まだ信じられない、これから自分も現地に向かい代表の捜索指揮を取るつもりだ、墜落の原因についても一刻も早く究明したいとのコメントを発表。あまりに突然の出来事に困惑の表情を隠しきれない様子でした。前回の事件によって我々の意思はユーピオに限らずニューコムにも確かに届いたようだ。彼らは最新の高高度攻撃機を使った戦闘に打って出た。しかも我々の持つこれまでのエアロコフィンが自力でその高度まで到達できないこともすでに確認済みだ。そこで君には今回の作戦用に特殊機体を緊急に用意した。高高度までロケットを使って打ち上げられ、成層圏ギリギリから降下し、自分たちのテクノロジーに頼り油断している彼らを上から叩いてほしい。私は基地を越え、キースは下から彼らを襲撃し挟み撃ちにするつもりだ。これは確かにかつてないタイプの作戦ではある。しかしテクノロジーを売り物にするニューコムを本気で相手にする以上、これからはゼネラルでの常識など通用しない場面も増えるだろう。それは越えねばならない壁だ。君にはその力があると信じている。それにしても呆れた話だ。科学バカ連中も無茶するが、こっちも相当の無茶を考えたもんだな。俺たちはアストロノーツじゃないってことだよ。ま、下からの攻撃は俺に任せて、打ち上げ花火に乗ってくれ。それじゃ、任せた。先の作戦に対し、ニューコムが報復攻撃を展開してきた。すでに先発隊が迎撃に向かったが、敵の高高度攻撃機を相手に苦戦を強いられている。そこで増援部隊として新たに用意した特殊機体で出撃、この高高度攻撃機を撃墜してもらいたい。高高度攻撃機から5機が発射された。これらに十分注意し迎撃態勢を取れ。上を取られた。まずったか。
すまん、フォロー頼む。いや、ダメだ。自力でなんとか逃げ切れ、キース。作戦はあの上のやつを落とすことを優先する。わかったよ。いや、落ちる。Update target. くそ、落ちるかよ、この俺が。一つできちまった。これより帰還する、キース。らしくもないな。悪かったな。では着陸する。ランディング。かろうじてニューコムの進行を食い止めることができた。いや、すまなかった。今回は完全に俺の油断だった。確かにディジョンのやつが言う通り、らしくもない。失態だ。この借りは必ずどこかで返す。それまでお前には死んでほしくない。俺より絶対に長生きさせてやるからな。それだけは覚えていてくれ。じゃあ今度またこっちから連絡する。君にはここで明確にしておきたいことがある。確かに君の仲間を思う気持ちには感銘した。しかし今回のような奴の失態はキース自身で解決すべき問題だろう。君にはあの時君にしかできない任務があったはずだ。情に流されるのも良いが、今の私は君に対して疑問を感じざるを得ない。我々は仲間の情などというものですら捨てねばならない現状がある。それをしっかりと胸に刻んでから次の任務についてくれ。テロのニュース見たか。まったく、
呆れるほど物騒な世の中になっちまったもんだよな。こういう事件があると俺たちの敵はニューコムだけとは限らないって気にもなる。ところで珍しくディジョンのやつ、俺には何の相談もなく有給休暇取ったらしいんだよ。この忙しいって時に何考えてやがるのかさっぱりわからん。やつとはもう随分長いことチームで飛んできた。だが最近の行動や言動にはこの俺にも理解できないことが多すぎる。何のためか知らんが、こそこそと嗅ぎ回ってるようだしな。もちろん俺は奴のことを悪く言うつもりはないが、ただこの予感は何か嫌な感じなんだ。それだけはお前にも知ってほしかっただけだ。ニューコム所属のスペースシャトルが衛星軌道基地から帰還するという情報を入手した。軌道基地から資材を運搬するはずだ。これらが奴らの手に渡るとなれば、ニューコムは今後の兵器開発にあたり大きなアドバンテージを得ることとなる。そこで帰還直前の隙を突き、シャトルの破壊作戦を行う。相棒、どうやら白雪姫のお出ましだ。
目標の破壊に成功した。次には新素材開発に関する実験データと判明。どうした相棒、なんとか始末したな。この調子ならディジョンも隊長から廃業か。まあこんな時に休暇を取るやつのことは忘れて、俺たちだけでやっていこうや。たまにはそっちからも連絡してくれよ。飲みにでも行こうぜ。ああでもその時は俺の昔話を嫌っていうほど聞かせるから覚悟しといてくれよな。